今日はオフです。クレープ買ってきた。Make my crepe。 ちょっとなんかずっと気になってたところで行ってきました。美味しそう。ほら、なんかカスタムで作れて、カスタードにいちごトッピングといちごアイスを乗せてみました。いちご大好き人間ですからね。ということでいただきます。あ、幸せだ。Amazing。 今日もご褒美ですよ。うん、おいしい。いちごが食べたかったね。感染予防のためにもう基本あんまり外出ないでって言われているので、だから他のキャストのみんなもオフの日は会えないし、すごい寂しいんだよね。大阪に2週間ぐらいいて、ずっとホテルの中。家だったらまだなんかやることがあるというか、家のことをやったりとか。でもね、大阪で何すればいいんだよ。食べるしかない。ひたすら食べる。明日も私の出番がなくて、明日もオフなの。どうしよう。でもね、まだ自分の演技でね、もっとよくできるところいっぱいあるから、いろいろこう部屋の中で練習して、ちょっと違うパターンでやってみたりとか、ちょっと大げさに一回やってみたりとか、なんか初日がまあちょっと緊張してたっていうのもあって、結構パワーが抑え気味だったんだよね。だからそれを今度はもう最初からドーンっていけるように、あんまり控えめにならないように行きたいなと思ってて、なのでちょっと大げさに一回練習してみようと。ちゃんと食べてます。あのね、稽古場っていうか劇場に行くとお弁当があるの、いつも昼と夜出るから、お弁当がっつり食べて、あとさっきねスーパーでいちご買ってきたよ。にゃー、恋みのりだって。食べたことないかも。長崎県恋みのり。大阪で長崎の買うっていうね。これは朝食べる。なんかね、本番の日はね、まあ、緊張とあと興奮があって、あとなんだろう、集中力なのかな、あんまりねがっつり食べれないんだよね。今日もそうだけどな、ライブがある日はあんまり食べれないかも。だからこういうフルーツとか、あとヨーグルトとか朝食べてる。
という動画でした。